お、沖縄の未来を救ったんだ。すごい。俺が沖縄をでっかくしてやる。お前らみんな俺についてこい。トモちゃんかっこいい。そうさ、よし、今日は飲むぞ。待て、タミヤから聞いた。あんたが中原や大吾を撃った理由、そしてあんたが東馬を殺そうとしていることも。俺を殺す？民は俺にあんたを止めるように頼んできた。たとえ CIA の命令だろうと、こんなことをするのはあんたの本心じゃないはずだ。CIA だって？そうか、先生か。タミヤ先生が俺を殺そうとして。動くな。あんた本気でトーマを殺す気か？桐生一馬だってな、お前も勝って極道に来た男なら親の命令がどれだけのもんか分かるだろう。何？俺にとって CIA は親。殺せと命令されたら、たとえ相手が誰であろうと殺すしかない。一緒に地獄で会おう。うわ！
逃げろ。どういうつもりだ。俺はトーマを救い出し、あんたも救う。タミヤと約束したんだ。タミヤめ、相変わらず甘い男だ。俺はあんたにこれ以上人を殺してほしくない。俺は命令に従う。俺を止めたければ分かってるな。ああ、あんたを倒すしかないということだな。さすがは兄貴が見込んだ男だ。物分かりがいいらしい。兄貴と同じ血の通った俺をお前は殴ることができるのか。さあな。だが重要なのは血じゃない。俺とおやっさんは絆でつながってる。その絆しっかり見せてもらおうか。桐生一馬、覚悟。桐生一馬、行くぞ。Huh!
どうやら俺も年のようだな。あんたが若かったら勝てたかどうかわからんな。俺の負けだ。タミヤの望み通り、そこのボーイのことは忘れよう。そこの？トーマ。キリュウさん、あなた本当に先生に頼まれてここに？ああ。どうして、どうしてタミヤ先生は俺を助けるようなことを？タミヤはお前のことが好きなんだ。俺を？ああ。なんで？俺は先生を裏切ってミネを。タミヤにとってお前が裏切ったかどうかは問題じゃない。お前の沖縄を救いたいという熱い思い、タミヤには伝わっていた。タミヤはお前がいい政治家になると言っていたぞ。先生、タミヤ先生、すみません、すみませんでした。